ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。わけないですけど、あの千葉山さん今日当たり日です。当たり日、ありがとう。本当ありがとうございます。はい、でやっぱりこうなかなかね、こういう若い世代の方に演歌とかってなかなか聞いていただく機会がないので、今日は本当にね、僕もありがたい機会をもらってね、嬉しいなと思っております。